今日午後5時ごろ、築地の場外市場で火災が発生しました。ちょうど私、その現場に来ているんですけれども、目の前にありますこの建物なんですが、火災によって真っ黒に焼け焦げてしまっています。そしてちょっと見えますかね、あの部屋の中にもまだですね、オレンジ色の火が少し揺らめいているのも確認できると思います。でこの現場は築地4丁目の交差点から少し入ったところになります。現在も消防車がですね、上からそして下からと様々な角度から放水をして消火活動を行っています。そしてちょうど10分ほど前くらいからでしょうか、あの看板の上にある窓からですね、消防隊の方が入っていきまして、中で消火活動が始まっているものと思われます。まあ、その観点から判断しますと、少し消火活動進んでいっているのではないのかなと思います。ただ現場は今もですね、こう黒煙と白煙の間くらい、こうグレーの煙がもくもくと立ち上っていまして、かなり煙たくてこう喉がイガイガしたり、また目に涙が溜まったりするような状況となっています。私この現場に入る前がですね、すき家橋交差点の方からこの現場に入ってきたんですけれども、ちょうど銀座4丁目の交差点、この火災現場から、まあ、5、600メートルぐらい離れた場所からですにもですね、この煙たい匂いと、また煙、そしてこの灰が現場に落ちてくるのも確認できました。東京消防庁によりますと、今日午後5時ごろ、場外市場内にある3階建ての店舗から出火して、現在も鎮火ができていない状況となっています。火元となった住宅の火元となった店舗の周辺にある木造の建物にも延焼していまして、現在合わせて4棟200平方メートルが焼けて、今も延焼しているということなんです。また今のところこの火事によるけが人はいないということです。現在懸命の消火活動が続いています。またですね、この風向きが変わってきます。ちょうど私たちの方を見てこう煙も出てきました。現場からは以上となります。はい、村上さん、現場に到着した時と今と比べて火と煙の状況変わりましたか？そうですね、あの煙の量ですとか、また煙の匂いというものに関しては、まあ、ほんの30分前にと比べましても全然変わらないんですよね。でこう周りを歩いている方もですね、ハンカチをこう口に押さえて歩きさっていたり、上から灰が降ってくるので、こう傘を差して歩いているような方も見られました。はい、まあ、表からもすごく煙が充満しているように見えるんですけれども、この辺は木造が密集しているということなんですが、消火活動というのは今のところうまくいっているんでしょうか？そうですね、私が入った時にはですね、まだあの消防士の方々、建物の中には入っていないような状況だったんですけれども、ちょうど5時50分ごろからは、看板の中から、あ、看板の上からですね、こう火災現場の中に入っていく消防士の方の姿も見られましたので、少し進んでいるのかなとも思うんですが、また今ですね、ちょうどあの井上というふうに書いてある看板の下、火がちょっと立ち上っているのが見えると思うんですが、まだちょっと消火には少し時間がかかりそうな気がします。わかりました。中継でお伝えしました。